マグランマは、日本の女性ユーチューバー、ゲーム実況者、ギネス世界記録保持者。1930年2月18日、東京府東京市浅草区で生まれる。40代から82歳まで水泳を趣味としており、62歳の時に全日本マスターズ水泳淡水路大会では2位を取ったこともある。51歳の時に TB ゲームと出会い、 子供がおもちゃ屋で遊んでいたカセットビジョンが面白そうだと思いゲームに触れるようになった。1983年に発売されたファミコンで初めてプレイしたゲームは F1 レース。その他ゼルダの伝説やドラゴンクエストもよくプレイしていた。1980年代後半になると p c エンジンでプレイするようになった。 1990年代に入ると、スーパーファミコンでプレイするようになり、その後も、プレイステーションで、バイオハザードや、ファイナルファンタジーをプレイ。ニンテンドー64では、ゼルダの伝説時のオカリナをやり込んだ。また、家庭用ゲーム機だけにとどまらず、パソコンでもプレイするようになり、ザエルダースクロールズ V、スカイリムは、まるで映画を見ているようで非常に驚いたという。他にも、 バトルフィールドを中心に FBS もプレイするようになった。YouTube へ動画投稿をする以前によくゲーム実況動画を視聴しており、一人でプレイしているだけではもったいない自身も動画をアップすることでゲームの楽しさをより多くの人と共有できるのではないか、もっと面白くなるのではないかという思いから2014年に YouTube チャンネルを開設し動画投稿を開始する。 また、当初は、おふざけで始めたという。2020年時点で、ゲーム機として、ファミコン、ディスクシステム、スーパーファミコン、PC エンジン、PC エンジンリオ、RX、プレイステーション、ニンテンドウ64、PS4、パソコンを所持している。ゲームは1日に3、4時間までと決めている。ありがとうございます。